ロ実況チャンネル。今日はちょっと愛車紹介のシリーズでも撮ってみようかなって。愛車紹介募集してるけどもなかなかけえへん、全然けえへんということで自分の愛車紹介しとこうって、まあ何回もしてますけどね、何回もしてるけど違ったバージョン、もしくはまあ前の見てないよとか最近登録したよとか、まあいろいろあると思うんで、愛車紹介、内装編、外装編、エンジン編、まあ、3つぐらい取れればいいかななんて思ってますけど、はい、ということで内装紹介していこうかなと思います。内装言うてもな、何から紹介しましょう。まずハンドステアリング、ステアリングがナルディクラシックですね、一番ベーシックなやつ、皮巻きの普通のやつです。350かな、あんまり小さい、大きさにしてません。350やったと思うけどな、ちょっと待ってよ、ポケットにメジャーあるんですね。これで測ってみると、うん、360か、355やな、うん、355、まあそのあたりのパイ数です、を使ってます。あのまん丸、桃派とナルディ派といてると思いますけど、まん丸、深淵なんで回しやすいなと思ってナルディを愛用してます。でよく動画で聞かれるこいつですけども、はい、こうやったらわかるかな、よいしょ、グレッティリモートスイッチングシステム、要はリモコンスイッチですね、リモコン、これを押すことで、この LED 光りますけど、ね、押すことで、接点を入れてあげる、リモートのスイッチをしてあげる。もともとはトラスト製のプロフェックっていうブーストコントローラーのスイッチだったりするわけなんですけども、僕の場合は EVC のスクランブルとして使ってます。いいですかEVC のスクランブルブーストスイッチとしてこれ使ってます。はい、こういうダッシュとかトレーとかにスイッチをつける人もいますけども、僕はこのハンドルにつけてましたと。であとはメーターですね、追加メーターが、1,2,3,4,5,6 と6つ、ここにもあるのか、7つ、ここにもか、8つありますけども、それぞれ紹介していこうかなと思います。水温計、そして油温計、温度計関係は、右のピラーメーターにしてます。リニアなレスポンスは必要ない計器になるんで、ストレートとかで何度かなっていうぐらいの確認なんでピラメーターにしてます。そしてタコメーターですね、デフィのタコメーター、全部旧型のブラックフェイスを使ってます。デフィのいいところってやっぱりレスポンスですね。サイレンサーというか今 CV を締めてるので、あんまり吹かせませんけども、デフィのタコメーター。それで真ん中が圧力関係、この辺はサーキット走ってても、頻繁に目にするというか常に気をつけてたいなというところで、油圧、はい、でブースト、デフィのこのレスポンスがいいですね。であんまりつけてる人いないかもしれないですけど、燃圧、燃料の圧力計ですね、トラブルが事前に分かるというか、トラブルあった時のトラブルシュートとして燃圧計は必要かなと。でこれ時計エンドレス、いつもお世話になってるチューニングショップですね、エンドレスさんのロゴと。でこいつが AF 系、空燃費系なんて言ったりしますけども、
AFK 14.7 とかその辺を聞きしてますね。で EVC ブーストコントローラーがここにあります。でこの下、これちょっとシール剥がれて処理してないけども、ここに、メーターのコントロールユニットと、ETC を入れてます。よいしょ。で次がこのスイッチが電動ファンのキリキリのスイッチになります。でこいつがミッションクーラーの、コントローラーユニット、今現在ミッションの温度が69度ですよっていうね形になってます。これがワイパーですね。じゃあワイパーやな、ワイパーでこいつが完結の速度調整。なんかこれ調子悪いよね今。でこの車33なんやけど、レアなことにリアワイパーがついてません、はい、リアワイパーがついてないタイプのワイパースイッチで、この真ん中の赤いやつは、各種メーターのワーニング、このデフィのついてるね5つのメーターどれか1つでもワーニングになると点灯します。多分 ACC でつくと思う。ついてるね、油圧がないのでマスターワーニングとして使っています。結構明るいんですよこれ、こう正面来ると明るいの分かると思いますけど。でこの右下、これが、タコメーターのインジケーターですね、まあ、ミッションはゲトラグ製の6速ミッションで、これは HKS6 速をつけてた時のシフトパターン、こんなパターンで HKS6 速動きます。汚いなこれね、カスいっぱい出てるでしょ、カス。これこの一見かっこいいシフトブーツが経年劣化でこれポロポロになってくるんですよ。これがこのカス、ちょっと汚らしいですけどごめんなさい、こいつがミッションクーラーの強制のオンオフ、オフにしてても一定の温度以上になると勝手に回りますけども、手動で回したい時のスイッチここにつけてます。でこれが、プロスタート、スタート時に使うプロスタートのオンオフの、オンオフというかオンのトリガースイッチですね、ここにつけてます。でこれがドゥーラックのトルクマネージャーというのかな、まあアテコン、アテーサコントローラーをここにつけてます。設定はいまいち分かりませんで ECV、 これで開放、これで閉めるっていうね ECV で、これがミクスチャーコントローラー、ミクスチャーコントローラー F コンのオプションパーツですけども、うん、俺の場合は空燃費、燃料の増減をねこのパーセント書いてますけども、増減ができるようにつな、いでもらってます。シートはレカロの SPG ポールポジションっていうやつ、だいぶゆったりと座れます。汚いな。助手席は三洋の純正のシートですけど、ヤフオクで3万円安かったんやって昔は、今高いけどね。でこのロールバーはサーキットのその走行会に出るレギュレーションでつけなきゃいけないよっていうんで、俺つけたくなかったけどつけました。奥山っちゃうかな、このピラーのピラー止めというかピラーで共止めするタイプなんで奥山やと思います。7点式ですけどここは結んでません、5点式かな、今車高バイ入れて5点式っていう形にしてますけども、7点式にもできます。今はもっぱらこういう風にカメラステーとして使ってると。でリアシートは外して2名乗車一応購入になってますけども、真っ白なんですよね、もともとそのシートを外すと白いんですけど、反射してガラスが反射して見えにくくなるんで、こういう風にマットをね引いて対応してます。でリアのタワーバーですね。で後方車載用のカメラステ、こんな感じ。まあそんなに中を
どうのこうのっていうこともなく至って普通かなと。このセンターパネルなんかはオーディオつけたり外したりしてましたんで、いろいろその年代によって変わってますけど、今このこんな形で安定してるかな。まあなんかこんなん見たいなと思うとこあったらまたコメントでもください。